ナオチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。ダウンロードコンテンツで新しく追加された魂の海図、あれを全て解放しようと思うとかなり時間かかりますよね。俺も20時間以上かかってようやく全解放できました。で、今日はその解放の時間を半分以下にする方法をやっていきたいと思います。コメントで結構教えてもらって、練習をちょっとしたらすぐできるようになりました。周回する場所はここですね。大和万有記です。ちなみに一番上がスタミナ、真ん中じゃないな、お菓子の国が HP で、海軍が防御力で、シャボンディが攻撃力ですね。自分の足りないところを回るようにしてください。ではやり方です。高速周回するために使うキャラクターはローですね。俺に命令するな。で、必須の特殊技があります。それがこれ、スキャンですね。前方の敵をスキャンし、シャングルズでアイテムを奪うですね。アイテムを取ると点数が上がりますので、15000点、すぐではないんですけども取りやすくなります。んで、スキルセットはね、俺これが一番ベストかと思います。技を使いやすくするために集中力、そして、船長の心得と逃走本能で、たまにベリー袋が出てきてくれる賞金稼ぎですね。で、あとは雑魚と、そこそこの敵を倒しやすくなる昇波、地上攻撃強化、これがベストかなと思います。まあ、とにかく、特殊ゲージが溜まりやすいスキル、集中力、逃走本能、船長の心得、この3つを入れてれば、まあ、間違いないかと思います。それでは行きましょう。やり方は簡単ですね。とにかくスキャンを入れていくだけ。とにかくスキャンです。なので、雑魚とかを倒してスキャンが溜まったらばすぐに使う。で、アイテムが出ます。で、このアイテムを取って、で、またスキャンを貯める。もうとにかくそれですね。で、クリアしません。クリアしない、これ時間が、どんどん過ぎていってるんだけども、この時間を、過ぎさせて失敗させる感じですね。なので最速でここだったらば、4分10何秒、まあ4分半か、それぐらいで終わらせることができます。まあ、これね、1000点のアイテムが出るかどうか、それによって、結構ね、時間がね、変わるんですよね。なので、ある程度運は絡む。でも、それでも運がないにしても5分半かあれば大丈夫です。もしもね、4分ちょっとで貯めれないなっていう時には、一度ミッションを何でもいいので、クリアしてください。そうすると、時間が延長されますので、あ、ちょっと延長しちゃった、延長させてください。で、クリアする感じですね。美しい桜なんだ。 OK、 もっと近くで見てみたい。ちょっと、大将は残そうかな。ちょっと残そう。大将を残して、倒していきましょう。あ、ミスった。あぶね。はい。で、もうすでに、5800点、結構な点数ですよね。で、技を上げるには1万5000点取りたいんですけども、もう技をね、すべて上げてしまった後には、もう1万2000点でいいんですよ。1万2000点。なので、難易度がまたそこでぐっと下がります。スキャン、OK、こういう熱き魂とかも倒しに行かない、まだ最初のうちはね、倒しに行った方がいいんですけども、後々はもう、でかい素材しか必要なくなるので、いりません。よし、 OK。 1000点のやつ出ろ。あ、出た。でかい財宝みたいなやつが1000点ですからね。
もうあとはここをうろうろして終わらせましょうか。残り、2分30秒2分30秒あればもう十分です。 OK 出てこい。100点のアイテムが落ちた、まあ、こんな感じでたまにアイテムが落ちるのでいいですよね、うん、であとなんかスキル名前忘れたんだけども入れてるやつ、たまにベリー袋が出るやつあれでも結構違いますからね。 OK ちっちゃいやつを積み重ねていくといいです。はい残り2分、よし OK よし出た。スキャン痛くはねえだろ。うん1000点のやつ出ないな1000点がなかなか出ない。多分そこら辺に宝箱もいくつかあるんだろうけど。次は1000点のやつ出るよ。スキャン痛くはねえだろ。出ない出ねえな。OK 残り1分20秒多分いけると思う。この1分20秒の間でスキャンシャンブルズ、うん、100点のやつしか出ねえな。ちょっとこっちの方も物色してみましょうか。多分宝箱はどっかにあると思うんだけどな。あぶねスキャンシャンブルいやないな宝箱。スキャン刻んでやる。でこれで、今1万点ですね。まだ全然足りてません。ちょっと運が悪い今回でこうあやばいもうシャンブルズ時間がね、これちょっと足りないなってなったらば、ミッションを一つクリアすれば OK です。これは城下町で暴れる海賊隊長を倒せっていうやつなんで、ここを倒すと1分増加しますよね。で、増加したら、またその1分の間に、あっちにも、点数を稼いでいけば OK です。あっち行くとダメなんだよな。よし。楽にしてやる。あっちに行ったりホーキンス倒したりすると、ここはよろしくないので、もうずっとここにいます。もうちょい。よし。まあ、終盤のラインである1万2000点はいけますね。うん。まあ、序盤1万5000点欲しいときには。ホーキンス倒したりすれば OK です。ちょっと今回1000点があんまり出なかった、うん、もうちょっといつもね出るんですけども、今回はちょっと運が悪い。よし OK スキャンシャンブルズ、よし、はい、で時間制限時間経過のため満遊を断念。これで OK です。次はもっと自由に。ちょっとね今回は運が悪かったんですけども、7分かからなかったね。6分ちょっとで終わったと思います。で終了するを選びます。そうすると、時間切れで終了したんだけども点数は1万2000点超えですね。スタミナの一番でかいやつ、欲しいやつですね。あれは全部入手することができてます。まあ、1万5000点だったらば、スキルを覚える、なんか星マークみたいな素材、それまでいけますけども、まあ、最終的にはそれはほぼいらなくなるので、1万2000点でいいでしょう。こんな感じです。はい、ということで今日は魂の海図の素材の最速入手方法をやってみました。ローを使って盗みまくってください。今回はちょっと運が悪かったんですけども、運が良ければ、制限時間を追加することなく、クリアっていうか、終わることができます。なので1周5分ちょいで終わります。うん、普通にやると15分とかかかるようなクエストなのが
半分もしくは3分の1で終えて、素材を集めまくることができます。これぜひやってみてください。俺もこれ最初の方に知っときたかった。もう全て解放して知ったからね。はい、コメントありがとうございます。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。